しょ。おちゅん。やっほーん。パーボイやばい。パーボイ。おー、くまやん、くまさん。くまさん、くまさん。ありがとう。疲れた疲れた。今日も掃除しれん。やばい、時間がなさすぎる。超時間がないです。そうなんよ、時間がなくて。公演初日まで。もうね、大変。多分先輩方と合わせずに、多分当日ぶっつけみたいな感じ、ここもあると思うからやばい。そうなんよ。でもまだレッスンは一度もない。そうそうなんよ、やばいです。ほぼもう本当に当日に会場行ったりして、そう全部やるわけにいかないから。そうなの、時間がなさすぎる本当に。そうなんよ、初日、公演の初日とかってねえ、短くても1ヶ月とか、まあ、何ヶ月もかけて練習するけど、今回は2週間前に知って、次の日に告知されて、そう、何も始まってない状態で、そう、告知だから当日までに間に合わせるしかないから大変です。そうなんよ、超大変。こんばんは。そうなの、全てが急なんよ。そう、超時間がない。そうなんよね、大変すぎる本当にね。来月とかだったらまだよかったけど、今日も NMB さんの出張公演、レッスンが終わってからレッスン室に残ってやったりしてて、そうね、今日から23日の間で、長い時はもう半日レッスン室にこもる日があるぐらい、そう大変です。そうなんよ。明日さ、本当はね、あのもう頭が回らない、明日はあれ、ドゥームズデイのアンペイ、そう、なんか強い敵を倒すみたいなやつをね、配信でしたかったんよ。先週できたから、そうだけど、今日明日は急に予定が入ったから、アンペイデをできなそうだから。そうなの、アンペ、そうなの、アンペイデができなそうだから、どうしようかなっていう。そうなの、もう寝れてないよ、寝れてないから、そう、頭が回りません。アンペイリができなくなっちゃった、どうしようか。でも私が多分配信してる時にやるのが一番いいけど、夜配信するってなったら9時そう過ぎてからになると思うから、もう帰ってき次第始めるか。配信はできるけど、そうなの、やることがいっぱいなんよ。そう、寝れないですね。23日までは寝れない。23日が終わったら一旦寝れると思う。そうそうなのよ、全部が急にね、決まるから大変ですね。
どうしようかな、夜の配信でも、夜の配信も言うて9時台にちょっと撮れるぐらいだから、もう今日は本当は8時とかに配信始まってたけど寝てないから疲れすぎて、気づいたら1時間ぐらいだけちょっとベッドで寝てた。そう、お疲れですよ。明日はどうしようかな。アンペイでしたかったけどね。そう、眠そう、眠い。開催だけ放置、あー、変えてき次第。あれ30分かかるの、めっちゃかかる。どうしようかねえ。そう、自主練と、そう、練習と体調もあるから、私がいなくてもイベント自体できるんかな。だからもしやるとしたら、冬眠入ってるみんなが空いてる時間で私抜きでもやってくれてもすごく嬉しいけど、そう、でも私が配信中にやるのが一番、そうなの、人もそうたくさん来てくださると思うし、いろいろさ、ここはこうするべきとか分かるんよね、だから迷う。そうなの、どうしようかな。今日は出張公演のレッスンして、その後自主練しとった。そう、アンペでオートラリーでも参加できるみたい。本当？そうなんよ、やることが今多すぎ案件、一日にいろんなレッスンが入るから大変よ。そう、もうどれだけ多分ね、徹夜をして覚えても覚えきれるって量の、そう、何、曲数だからね。そうなんよ、花だれ公演はフルやし、やったことないポジションもいっぱいあるし、一から振り起こし自分でやらなきゃいけないから、もうユニット曲がやばい、ユニット曲はそうやばいですね。そう、いっぱい初めてやる曲があるんよ。そう、ユニット曲もだし、日替わり曲も何かにやるけど、そう、それと、一瞬のスリルとか船降りとかもあるし、ヘタレの2番とかはやったことないし、愛子さんの卒業パートの曲ももしかしたら入るかもしれないし、でもそれが入るとしても公演の2日前とか前日とか、多分そういう時に振り入れだから、そう、初日にね、生誕祭は曲をやるわけじゃないけど、水曜公演はプラスでやるから、そうなのよ、大変なんよ。そうなの、先輩方ですら花だれ、そうなの、立ち位置がそう大変だしね、1ヶ月前とかに知ってたけど、私というのは2週間前とかだから、もうね、時間がない、気づいたらもう1週間切ってるもん、早すぎる。そう、初めてないの、そう、初めての曲もある、卒業パート、そう、ギリギリだからまだ何をするかも分かんないし、そうなの、日替わり曲はもう練習始めてるけど、そう、卒業パートはね、何をするかが早く知れたら嬉しいですね。ね、振りを、まあ卒業パート入れていただくにしても、先に曲をしとけばさ、歌の練習はできるわけじゃん。早く知りたいね。そう、16人いるから大変、本当に。3期でも
花台出てる子に聞いてもやっぱり人いっぱいだから、人いっぱいだし、本当に当日そこで本番で初めてやるみたいなのもあるからめっちゃぶつかるし、そう結構先輩方と私たちの普段教えてくださって先生が違うから、振りがちょっと細かいとこ違ったりタイミング違ったり、そうなの、手を回す数が違ったりとか、たくさんたくさん、そうなの、合わせなきゃいけないとこがあるから頑張ります。そうなの、先輩方も先輩方でさ、今たくさんいろいろさあるじゃん、だからね全員で練習できるってことがないからね、頑張らなきゃ。そうなの、今回は特に練習期間が少なすぎるから頑張ります。そうなんよ、大変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 だ大変だ。うん、メール届いた、よかった。難しい。そうゆうなんがさ最近さ配信、四国の新一前もかな、配信しながら振り覚えてんじゃん、だから私も今度それを実践しようかなそうそうなんよ、大変ね、シンポジの先輩もいるし、私とゆうなはもう一から全部初めてだから、そう結構16人で基本ね、表題曲で16だけど、その方のポジションはやったことあるけど、3期生だと全員いる時は18人で、だから1連れてたり14人だから、そうちょっと広がってたりとか、そうなの、やったことある曲だとしてもちょっと立ち位置が違ったりするから、全部全部覚えなきゃいけない。そうノートに書いて頑張ります。そう言いた、何するのって絶対言えない当日まで楽しみだよ、それは言ってしまったらそう内部情報になってしまうじゃないですか、それは。そうですよ、ポジション、そう初めてのそう、でも結構やったことある花台公演は3分の2、いや半分はやったことある曲だから、半分以上やったことある曲だから、サビ振りとか基本ね向き違ったりとかあるかもないけど大丈夫だから、そうだからもうね、そうこの1年半で頑張って覚えたことを出すしかないですねあ、無事初日見届けられそう。もう私は今初日のレッスンに、レッスン自主練に追われてるよ、頑張るね。そう曲はやったことあってもポジション違ったり、そう歌割り一緒でも立ち違ったり、もう大変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 、頑張ります。うんうん、そうなの、ポジション移動、そうそうなの、大変。そう全部自分で動画見て覚えなきゃだけど、動画がそうちょっと前のやつだと荒かったりして手の動きが分かんないから、 DMM 開いてそっから細かい手の動きを覚えたりとか、そう過去の資料を探して頑張って覚えるんよ。そうそうなんよ、花垂は今回が初めてだから、ね、もう寝る時間がない、寝ずに頑張ります。大変大変。そう振り振りの、そう画質でやりやすい時と、わーこれはやばいってなる
と気が、そう、少しは寝ます。そう、ありますね。もうオールでやっても追いつかないレベル、そのレッスンまでに入れていかなきゃ、だから大変大変大変よ。そう、フプニーテール、うん、いいね。衣装どれも可愛いもんね、ユニットブロック。みん、この間フィッティングに行った時のどの衣装も可愛いなってなって、いいよね。そう、そう、乗り越えられるかな。そのサイズで見て覚えんの、そうだから iPad とかにみんな写してやったりするんよ。そう、いちごとかだってこのダンスを動画見て覚えなきゃいけない、そのために iPad を買ってたはず。そう、携帯だけだとね大変だからね、本当に大変だ大変だ。でも今まで全然したことないポジションとか、したことない曲もいっぱいあるし、ユニット曲はもちろんしたことないし、だから新しい私も見られると思うし、ここ歌ってるギンニャン初めて見たって思うこともあるし、あ、頑張ったんだねって思うこともあると思うから、そう、そう思ってもらえるように頑張ります。そう、そうなのよ。そう、スマホだとちっちゃい、そう、スマホだと大変です。誰ポジかな、誰ポジでしょうね。そう、寝るときに寝ます。でも普段8人公演だからさ、僕隊がもう着替えとかさ、ユニットも2曲出るから超大変だけどさ、1曲っていうのはさ、ちょっとまだ心がね、そう、軽いですね、肩が軽いですね。そうなの、うん、僕隊ね、ミューポンじゃなくて可能だったね。ミューポンはその時はどうなんだろうね、いるのかな、それかたまたま可能だったのかな、どうかわかんないけど、出演メンバーが違ったみたいだから確認をしておいてほしいです。でもあれだね、3期だけの僕隊ですね。ミューポンはね、あと何回一緒にステージに立てるかわかんないけど、まだまだね、一緒にいたいよね。ユニットの衣装かわいいよね、ね、かわいいよね、どの衣装もかわいいよね。そう、みんな的にさ、そう、ユニットの衣装でもいいし、曲調でもいいし、歌詞でもいいけど、何が好き。そう、どれも可愛いよね。そう、夏好きだったらベレー帽があったりとか、そう、ポニーテールのあのスカートもすごい可愛いしね、いいよね。そう、明日のズーム生みんなが、ちょっと時間がかかるし、人集まるかな、どうだろう、どの衣装を着ても似合いそう、わ、嬉しい。どれも好き、ポニーテール、シャージャーね、うん、みんないろいろだね、可愛いよね、シャージャーね、可愛いね、ピンクの衣装、タンポポ衣装、そう、タンポポ衣装は初めて着るんよ。タンポポ衣装はとっても可愛いって聞いてたから嬉しい、着られるの。そう、夏好き、可愛い、ベレー帽いいよね、ベレー帽、そう、いいよね、ユニットいいね。そう、タンポポ衣装、そう、初めて着る。あとはあの誰のアンコールがさ、制服じゃん、制服衣装、あれとかも初めて着るし、そうなの、シャージャーネが似合いそう、ああ、シャージャーネが多いんかな。そう、君好きじゃないや、夏好きもね、いいよね。初めてそう着る衣装結構あるから、写真もいっぱい撮りたい、
撮ってメールも送りたい。タンポポ衣装、そう、初めてなの。タンポ衣装一番好きかも。ほんと？いいよね。襟の部分とか可愛いし、スカートが段々になってるのも可愛いよね。そう、夏好きはそう。そうね、スカートがね、だいぶ短い。そう。いいね。そう、何々と言ったらわかるやん。そう。バレるやん。ほいて。ああ、なるほど。そう。冬の写真も、送りたい。送りたい。明日って月曜日？明日送っちゃおうかな。なんか制服はせっかく学生やし、平日に送ったりとか X 投稿したいって気分で、そうちょっと考えてるけど、いつも逃すタイミングを。そうなんよ、制服の写真もあげよ。ユニットの曲さ、いろいろ見てみたけど、曲によって結構難易度もね違うね。そう。そうなんよ。放課後のこの時間とかにあげるのね、素敵。おはようではもいいけど、確かに確かに。冬制服。エッチな声も、うん、ぜひ、ぜひ覚えてほしいし、いつか見に来てね。ユニット希望は聞かれない。もう急に何事かと思って、花は誰のものへ公演出演についてみたいなのお知らせが来て、急にもう〇〇さんポジション、だからユニットはこれ、この曲のポジションはこれって感じだから。そう、衣装似合うかな、どうでしょうね。楽しみにしててください。ペダルわかる、うん、ペダルは花だれ公演やってるね、いいですね。もう本当にどの曲もポジション全然やったことないとこが多いから、歌割りとかも頑張らなきゃ。本当に頑張ろう頑張ろう。でも初日がさ、そうなの、一人じゃなくてユーナと一緒なのが嬉しいね。一緒に頑張りたい。暗闇もね、いいですね。暗闇も花だれ公園は入ってますよ。はい、こじさんね、卒業パートどこ、何を選ばれるんだろうね、気になる。そう、振り入れ大変そう、頑張ります、ありがとう。みんながね、頑張ってねって言ってくれるだけで私は頑張れちゃう、嬉しい、ありがとう。もっと待ってるね。そう、ヘタレ1番覚えても2番全然違う、全然違う。2番はサビ振りも違うし、移動も多いし、2番はヘタレはそうだね、サビもさ、1サビもさね、列によって振り違ったりもするし、大変だ、超大変だ、頑張ります。俺とくの二人です、やばい。嬉しいね。そうそう、ゆうなと一緒に初日嬉しいね。そうなの、ギフが見てます、やばい。すごい、ギフごと見てくれてるんだね。そう、覚えないか、覚えれるよ。そう、おとなしくしてます。そうなのね、新しいレッスン着は気分上がる、上がる、上がるね。花だれはフルはしたことはある、あるある、花だれはしたことあるね。花だれしたことあるけど、そう、多分10、16番、18とか14、10、なんだろうね、こうね、人数が16ではなく、なんかちょっと少なかったり多かったりでやることもあるからね。そう、歌わりとかも違ったりするから大変。そう、そうなんよ、初めての公演がね、生誕の卒業公演、嬉しいけど超大変だと思う。頑張ります、
でもまさかリオさんの生誕祭出られると思わなかった。びっくり。そして卒業公演先輩のもね、出れるのは嬉しい。寂しいけど、でも初日だから、そうね、少しでもそう頑張ろうと思います。すっぽかしちゃった。あるよね。こんばんは。DMM で見るね。よろしくお願いします。そう、センター祭出てくれてありがとう。頑張りますよ。まだまだレッスン始まってないけど、そう、頑張ります。自分で頑張るしかない。超超大変。そう、頑張るしかないよ。決まったものは。あと1週間ぐらい欲しかったな。そう、そうだね。大変だ。頑張るしかないよ。本当に頑張るしかないですね。これはファイトだよ。ありがとう。頑張るよ。頑張るよ。頑張るしかないよ。こう頑張るしかない。本当にやばいね。大変だ。誰かと言いたい。いいですね。いいね。コール頑張ります。わ、嬉しい。待ってるね。楽しみだ。あなたで公園で難しいのなんだろうな。多分船降りは比較的ダンスが激しくはないからできそう。一瞬のスリルはちょっと頑張らなきゃいけなそう。誰たちの2番はやったことはないけど、ある程度フリア入ってるし、そう。でも一番やらんといかんのはユニットハム。ユニットは16人で他の曲やるけど、少人数でやるから、そう頑張らなきゃですね。そう、 MC セミトってやばい。MC でもね、リアさんとは、こう、あの 2.5 日さんとは1年半たくさんいろんなステージ出させていただいたから、思い出たくさんあるし話したいしね。あいこじさんとも最後にいろいろ話ができたらいいよね。そう、そうなの。課題やっておくのでやばい。そう、ゆうなが練習してる。あんな大変そうなの初めて見たよ。大変だもん。頑張るしかないよ。そう、スペシャル席当たったけど、どこになんかね、どうだろうね。楽しみにしてて。これ私が今さ、上手が多い下手が多いどこが多いって言ったらバレそうになるからあれやけど、どの席にもいても、どの席にいても見つけるし、そう、どの席にいても見えてるから、そう、ぜひ皆さん会場でお待ちしておりますね。よろしくお願いします。よろしくだよ。ユニットが一番大変。ドレスはもう見た。たまたま、そう、衣装お着替えするとこにあって、わっ素敵って思って、そうね、ハンガーに書いてあるんよ。そう、そうなのよ。だからわかります。まあ、そりゃ曲数が多いのもあるけど、ユーナと同じ歌張りとかもねあったりとかするから嬉しい。同じ歌張り
果あるはさすがにね多分バレない。そう、同じ歌ありもあるから嬉しいね。目を合わせたりするとこもあるから嬉しい。ユニットが、ユニットの曲がやばい、ユニットの曲とひまわり曲も覚えなきゃいけない、やばいやばいです、とってもやばい。もう私が明日疲れた顔で、はあって感じだったら、そうそうなの、頑張ってるんだなって思っててね。そうそう、あの曲だの分かってない、やばい、外れちゃった。そうなのね、のんびりと見守ろう、了解、見守ってて。そう、歌ってしまったりね、そう、鼻歌やばい。そうなんよ、日替わり曲も2部あるから、そうなの、覚えなきゃいけない、大変大変大変だけど頑張ります。お役に言うなと慣れてないこと願います。でもそんなような気もしてるけどな。してるけど、そう、ブルーライブの会場ね、そうだね、8月25日ぶりか、立つの嬉しい、そう、控えめに初日応援は嬉しい、待ってます。そうそうなの、日替わり曲出んのね。日替わりは日替わりユニットと日替わり全体曲があるから出るよ、日替わり全体曲は。まあ日替わりユニットの方はどうでしょうね、大変大変、日替わり全体曲がありますから、そうそうだ、ブルーライブは楽屋が外やん、そっか、前の時は暑い暑いだったけど次は寒い寒いの時期になってしまった、頑張りましょう。ユニスケ知らない。そうなのね、ありがとう。そう、日替わり、そう、日替わりの、そうだよ、全体曲の方、そう、まあね、ユニットの方は出るかどうか分かりませんが、どうでしょうね、お楽しみにしててください。そう、パフォーマンス楽しんでます、任せて、頑張ります。そう、海沿いだからそう寒いんよ。お、大阪お話し会待ってるね。ポジション的に空いてるバージョン借りられるので、そうよね、普段やってたりとかポジションは裏面の方もいらっしゃるから、ある程度予想はできると思うけど、初日が2人いることと、シンポジの先輩もいるから、そうね、難しいね。 NMB 劇場の、そう、今日は NMB さんの劇場でやる公演のやつやってからの自主練だったけど、そっちもぜひ待ってます。セイティスメールね、どうでしょうね、ユニット待ったら大変すぎるね、ほんと。そう、一杯の水あるね、日替わり曲、日替わり曲は、そうね、何になるかお楽しみってことで。そう、うちは8月25日ブルーライブ、おーおーおーおお、そう、日替わり曲、リオさんとならワンチャンスはどうでしょうね。日替わりも全体曲もミート曲もどなたが出るかどんな曲をやるか楽しみにしててください。そう。お見送りで誰ってなるかな。ねえ、寒くなるよね。ねえ、あったかくして当日は行きましょう。そう、返信で書いたけど2択、ああなるほど、どうでしょう。どうでしょうね、みんなの予想を見るのもね面白いんよ。そう、ほう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 って思って、そうなの、頑張ります。大阪でお話し会もそう、眠いさん劇場の次の日はお話し会だから
待ってます。そう、そうなの。あらかい 3.5 ポジやばいそうだよね、いろんなポジションあるから、うん、私公演自体で僕隊は1ポジしか覚えてないけど、曲とかならもうね、いろんなポジやったことあるからね。例えばよく 2.5 と3でやらせていただく曲だと、 S2 の曲、 S2 の曲だと生きこことかはもう 1,2,3,1,2,3,4,5,5 とか6ポジやったことあるし、そう、あとなんだろう、クライミア言うてあんまやったことない、クライミア3ポジぐらいやったことあるし、何があるかな、無謀は2ポジ3ポジぐらいか。 AKB さんの曲なら君好きとかだったらもう何ポジ、もう1,2,1,2,3,4,5,6 みたいな、6ポジとか多分やったことある、全部の歌ありやったことあるみたいなこともあるぐらいよく変わるので、そう、逆にね、そうやって 2.5 と3のライブはいろんなポジションをさせていただけるから、それでさ、今回のやつも、あ、このポジションの振りしたことあるってこともあるから、あとはポジションやったことあるって聞かれて、あるよって言えるから、教えれるから、いろんなポジションも覚えてよかったですねそう、花だれ頑張りますよ。ブルーライブの方か、プライベートであんな奥まであんまり行かないから、もうだいたい人で4ポジとかってわかるけど、人数とかがさね、このポジション覚えたいね。そう、でもポジションここ覚えたので出れますじゃなくって、マネージャーさんにこのポジション覚えてくださいだから、そう、自分が覚えたい、覚えるから出たいですじゃ通らないから大変です。そう、ちょっとずれなんよ。そう、ちょっとずれ、ちょっとずれとかがある、そのちょっとずれで被ったりとかするから大変。任せていただいたポジションは全力で頑張ります。僕隊もでもさ、今2期生さんのさ、あの僕隊がリバイバル配信あるじゃん、あれを見てたらね、そう、ポンポン隊16人だからポンポン隊があるってなったりとか、そう、若干振りがね違ったりとか、あ、16人だとこういう構成になるんだとか、いろ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 感じます。そう、あとは人数が本当に多いってなる。そう。でもすでにギターコードを受け取ってる？え、そんなのあんの？ちょっと、え、後でやってみようかな。ありがとう。指示されてないポジションを覚えて今の担当が奪い取ってやばい。で、私は花だれはこれで一歩締めだけど、僕隊は私が新しいポジションを覚えてしまったら、今のポジションが、そう、どうしても新しいポジションを元やってた子が違うところに行ってるから、私が今のポジションじゃなくて別のとこで出たい、別のとこで出るって言ったら、今の私のポジションできる人がいないから僕隊はポジションをね変えるのは大変そうなんだよね。そう、そうなんよ。もう自分今のポジションは、いちごは別のポジション、僕ジュリーになってそこ一人しかいないし、みゆぽんもかなとかなあぴさんと一緒のところになってもう半年ぐらい経つから、そう、いちごももうさすがに戻れないって言ってたし、自分が今のポジションをできなかったりとか体調不良になっちゃったら、そう、簡単に誰々ができる、誰々が代わりに入れるかないから頑張らなきゃです。そう、今のポジションは二期生さんとやってみたいね、やってみたい。でも岡田奈々さんが一度二期生さんと僕隊出てるみたいだけど、そう、
若干振りが全然違くて大変だったっていうのを奈々さんが言ってらっしゃったみたいだから、確かに2期生さんの映像見てると3期生とは、あこここんなことしてないねとか、あここの振りちょっと違うねみたいなことあるから、一緒にやるってなったら多分超大変だと思う。そうビンゴ16人とかすごいよね本当にね。歌いとかもだから、あここめっちゃ歌り合いみたいなあるよね。レイダウン誰が誰の着てるか見るか、あ私はアンナさんの着てるね。そうギフトコード、うん、あこのギフトコード見たことあるかも、打ったことあるかもしんない。そう私がしてたポジションはそうなのよ、ヒーターミューポもそう卒業しちゃうし、いちご新しいポジションでそこも一人だからもう大変そう別にもう替えが効きません、アイドルと卑猥だなとかします、やばいそうね2期生さんともしてみたかった。そういつの間にかそう僕と会えそうなんよ、同じポジションがもうねできないから、かの子が私が体調管理をして、こっから今月来月と僕たいっぱいあるけど頑張るしかないですね。そうナナさんが出た兵庫の僕たい関西ファンかなり外れてた、そうなのね。ねナナさん出た時に振りの違いで大変だったって聞いたから、私もね多分2期生さんとナナさんがやってた僕たいほどではないけど、先生が違うからやっぱ多少振りがね違かったりするから、たまにえ3期生こうやってやってたけど本当はこっちなんだみたいなことあるから、すごくそうあやっぱあるんだなって思う。大変、新公演もねいつになるか分かんないけど楽しみにしててね。そうレイダーはそうアンナさんの衣装ですね、いや短所そうどこの会場好き、うん、普段やってて慣れてるからクワトロかな、でもエディオンになると上手下手両方あるから履け口とか変わっちゃうから、そうでもねいろんな会場でやりたいねやっぱり。そうあとは逆に今は STU48 東京劇場としてさせていただいてる会場は普段は上手のみで履きができるけど、あそこは下手のみだから、あの時はしかもステージに出るまでの通路が狭くて階段で、そうだからちょっと大変だったねあそこは。そうなのね、そう振りがねちょっと違うとかはありがちよね、先生が違うから。そうあるよね、船で見ましたが女性多くてね、女性ファンの方がすごく多いよね、いちごもその一人まだ秋だから秋かな一応例えばどこの箇所が振り違ってたの、にえ2期生さんの僕タイトの違いはアイドル、わかんない2期生さんもあれば確か公演が始まってまだ多分すぐの時だったから、もしかしたらそれ以降変わってるかもしれないけど、アイドルなんて呼ばないでのアイドルなんては、私らがやってるのはこの指でやってるけど2期生さんはこうやってやってたりとか、僕ジュリだった楽しかったジュリエとあのそう君と会えて楽しかったジュリエとか、指がね曲だったりとか、そうあと僕ジュリの感想の振りも違った、私らがやってるのとは。それ以外はなんかあるかな、でもいろいろあるよ。あとボーイズンガールの近くのメンバーと目を合わせるところ、あれ向き決まってるんだけど、うちらは普通になんか手こうやってやって目を合わせるだけだけど、2期生さんはこうやって指がついてたりとか、あと何があるかな、でもいっぱいある、パッと出ただけでも結構出てくるもん。なんだろうなね、いろいろあるね。そうそうなの、大変大変
そう、さゆ逆に覚えた曲。そんなこともあるのね。そう衣装着、そうか、そう会場で変わるね。上手のみ下手のみ両方とかあるんよ。そうそうそう、巻き増やしてくれてありがとう、よかった。そう細かい違いだけど、それが振りが一瞬やるってなって、そこが血がとばらついちゃうから大変。そうなの、何があるんだろう。あとはアイドルなんて呼ばないでの、愛されるより愛したいのとか、元自由に恋をしたいとか、ちら普通にハート作るだけやけど、2期生さんはこうやってやって最後のペアでハート作ったら手を合わせてから右行く左行くしてたりとか、そうちょっとずつ違うんよ。そう心の隙を埋めてくれてありがとう、こちらこそみんな来てくれて。そうなんよ、やっぱそれと一緒で花だれ公演も、そう花だれの衣装だと、そうあの袖が片方長くて片方は短いって風だから、花だれの衣装の時はここはあのなんかちょっと振りが違うというか、あの何服を持たなきゃいけない場所があったりとかもあるから、いろいろある、本当に。そうオリジナルの振りとかもね、そう結構昔の振り振り見てると、あ変わってるとかもあるし、そうなの、いろいろある。どうしてもさ振りとかってやってる間にさ、もう慣れてきちゃって、意外と自分の個性が入ってきてちょっと変わったりしてる時が急にあるから、そうなの、難しい。そうなんよ、花衣装は手にどんどん巻きつく巻きつくと思うね。花衣装はちょっと踊るの大変って聞いたから、花衣装で踊ったことないから楽しみ。そうね、僕隊今後4期生とかが入ってきたらね、このままさずっと受け継がれていったらいいよね。ね、衣装もせっかくあるし嬉しい。僕尻とかアイドルの衣装なんてもう本当に10年以上前からある衣装だから、そう歴史のある衣装ですね。ねえ、はなんかね、そう2期生さんの僕隊見てて、衣装とかは同じやつを着させていただいてるから、そう例えばこの間リバイバルだとアイドルだとリコシさんの衣装で、ポジションが一緒だからね、ひまわりならパセリさんと一緒の衣装だから、あ先輩と同じ衣装着せるって思うね。そうそう、4期生は僕隊やるに1票、私もそんな気がする。私3期生の僕隊は予言してたら本当に当たったから、私も4期生の僕隊もあると思います。 AKB のオリジナル公演とかもね、そう AKB さんのもいろいろしてみたいね。ループの衣装の中でどの衣装着てみたい、東京劇場の衣装あれ着てみたいね。あとはなんだろうな、兄弟曲の衣装だったら、花だれはこの間着させていただいたし、やっぱり歴史があるさ暗闇の衣装とかも聞きたいし、聞きたいじゃない、着たいしねー、いいよね。自分の名前が入った衣装も増えていくといいよね。そう、セイクナメ SK さんやってるね。東京劇場の衣装はそうサレカンパニーさんが作ってくださったやつだね。噂によるとめっちゃベストが細いらしい。そうスタイルもめっちゃ、スタイルをよく見せるためにさウエストもだいぶ絞ってるから、そうだからご飯が食べれないって
公演前に食べれないって聞きました。大変。鉄菜いいですね。あずみさんが見に行ってたね。僕たちの会の夜間公演、いちご T シャツ持っとるもん、その公演のいいね。自分の衣装もね、いつか欲しいね。そう、身体いいね。いろんな、いろんな曲、いろんな公演やってみたいね。暗闇のレコ大賞も、うん、あるね。暗闇はありますね。花だれもさ、衣装2パターンあるじゃん、いいよね。スタイルが問題ないね。どうだろうなんかそう、この間フィッティングに行った時に東京劇場の衣装がね、一つ置いてあったから呼びようかな。見てみたらマネキンも入らないサイズなんだって。マネキンに着せてあるけど、後ろのチャックが上がりきってなくって、ウエストがマネキンでもマネキンも着れない細さだから、上後ろ の, 上あのチャックが開いたままだった。そんぐらい東京劇場の衣装は、あの誰の衣装かにもよると思うんですけど、どの先輩のにかにもよるけど、そんぐらいウエストが絞られてるみたい。すごいよね、マネキンってだいぶさ、スタイルがいいじゃん。そうそうなの。だからマネキンですら着れない衣装だから大変。そう、着てみなかったの？だってまだ出る予定がないもん出る予定があったら着てみたかもね。そうそうなのよ。すごいよね、マネキンも着れないサイズってすごいよね。ねえ、とってもキラキラだった。あの衣装、キラキラがさ落ちるみたいでさ、通るとさ、シンデレラが通った、通りましたかってレベルで道がキラキラするらしくて素敵、可愛いよね衣装。そう、マネキン何人が確かにあるかも。でもマネキンが着れないってすごいよね。そう、スパンコールかめっちゃ落ちてるらしい。そうなの、そうなのよ。絶対無理です、やばいショーケースの衣装を作ってみせてよ、やばい。でも作れたらめっちゃ素敵じゃん。何パターンかあるからさ、いいねそれは。57分、ありがとう。じゃあ壇上読んで終わります。18から18位、シロタンさん。17位、ヤハヤハさん。16位、リラクマートモカロン食べたいさん。15位、クガヤさん。14位、ラベンダーさん。13位、イケビさん。12位、マックアットおつまみ花だれ、頑張って、ありがとう、頑張ります。11位、まっちゃん Q さん。そしてトップ10、10位、ヤオタンとおつまみさん。9位、ナスちゃん。8位、スプマッテさん。7位、ちさいおさん。6位、なるみあとさぬきうどんなガストさん。そしてトップ5、5位、うまちゃんあとやみさんのおつまみ、いひひさん。4位、やましんさん。そしてトップ3、3位、ディネアとくざみさん。2位、よしみさん。そして今日の第1位は、どこ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 。花だれの本番まで1週間を切って超大変です。超大変ですか、頑張ります。配信が終わったら頑張ります。ユニット曲を覚えなくては頑張ります、頑張りましょう。完全生なので歌詞も頑張ります。花だれ、花だれ当日、そう、みんな楽しみにしてて、私も全力で頑張るから、そう、ゆうなと一緒に頑張ります。じゃあまた明日アンペイでは、できたらやりたかったけど、そう、どうなるかな、本当はしたかったんだけどな。でもみんなにしてもらうのが一番今いいのかな、難しいけど。ゲームの方は引き続きよろしくお願いします。
私は今資源不足すぎて建物を建てられない状態になっちゃったから、みんなも資源集めとくといいかもしれない。そう、また明日も話しましょう。おやすみなさい。明日は多分疲れてると思う、夜配信するときは。頑張ります、頑張りますよ。そう、資料送ればいいので申し訳ない。でもすごく助かる、ありがとう。公演に向けてとりあえず23日までは公演第一優先で頑張ります。それが終わってもね、 NMB さんの劇場のもあったりとかいろいろ入ってくると思うけど、とりあえず23までは花咲公演に向けてちょっとね力を入れます。頑張ります。みんな頑張れって言っといて。配信が終わった時に見えたら嬉しいからね。バイバーイ、ありがとう。